こんにちは、はじめ社長と、こんばんは。あ、変わりました、うん、久々ですかねこんばんは、はじめ社長とマセです。そんなのありましたっけというわけでやってまいりました。ただいまですね、時刻は夜中の0時13分、今ですね、我々がいるのはですね、神奈川県の方にいます。で、今回行くところがですね、これランキング見たら多分ビビるよ。今回行く場所なんですけども、はい、某サイトによる最強心霊スポットランキング日本第3位です。マジっすか。今回行くのはですね、某サイトによるとランキング日本第3位、旧禅場トンネルでございます。その神奈川県にある市と市の間にあるトンネルなんですけども、別名純一くんどころ、純一くん、別名純一くん道路とも呼ばれています。で、旧禅場トンネルが心霊スポットになったきっかけはですね、昭和40年、結構昔なんですけど、バイクの事故があって、バイクがカーブを曲がりきれなくて対向車のトラックと正面衝突で亡くなってしまったと。その後、旧禅場トンネル付近にもう死なないで純一という言葉が書かれた看板とお地蔵様が建てられたらしくて、で、後々調べると事故で亡くなった少年の名前が純一だったらしいです。意外とね、そのこういうことがあったよっていうのはシンプルな心霊スポットなんですけども、これだけランキングが上にあるっていうことはやっぱ相当何かあるんじゃないかなっていう感じはしますね、うん、ただちょっと事故あったよってだけですもんね、うん、今のところ。あ、で、怪奇現象がですね、少年の幽霊が車やバイクの前で飛び出すと。うわ、至ってシンプルだね。今回すごい昔にバイクの事故があったという感じになってます、うん、という感じで行きたいと思います。マサヤさん、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ではなんですけども、ここからなんですけども、はい、マサヤって霊感あるじゃん。あるというか、今まで行ってなんかいろいろあったじゃないですか。なんか本当にいろいろありますよね。なんか帰り道車止まったりしたんでしょ。まあ、一番しんどかったそれが、死ぬかと思いました。本当に止まったの？本当に止まりましたよ。俺と死んでスポット行った後でしょ。後っす、後っす。だってすぐ連絡したじゃないですか。僕はもう霊能力者さんに調べてもらったら、あなたには来ないけど、あなたの周りの人とお家とかが危ないから気をつけてって言われてるんで、僕は大丈夫です。なんですけども、さすがにね、一緒に行くその後輩だけに辛い思いさせてはいけないと思いまして、私も今日はちょっとメンタルをぶらしてから行こうかなと思いまして、今から英語禁止、私英語喋ったらお酒飲みます何やってるんですか。お酒を飲むことによって、まあ、かなりその気持ちの部分というか、あ、まあ確かに、やっぱいろいろ乱れる、ブレる、と思うので、かなりブレれば僕もあのマサヤに何かが起こるのシェアできないかなと思いまして、はいはいはい、確かに、まあ心霊系は、あ、今もう、はい、シェアって言いました。今あのしっかり審判に従って、はい、英語喋ったらお酒一杯飲みます。一杯、一口じゃなくて一杯。一応あのその死にますよ。ストゼロとかやってやるんで全部飲んで、開けたこの容器にちょっとずつこの、あ、確かに足していくっていう感じで。まずコップ作りですもんね。そうです、コップ作り初めてで俺酒飲んだ後心霊スポット行くの。コップって英語っすよね。え、スポットも英語じゃない？でもこれ3杯分だと思うんですよ。ああ、今回の、うん、だから次からこれぐらいのストゼロを飲んでいきます。ストロングゼロは、ストロングとゼロで2単語っすよね。さっき、この後2杯飲みます。ちょっともう喋らないで、もう着く頃には意識ないんだ。間違いない。あ、日本酒が美味しい年になったか。なんか昔までなんか苦いイメージがあったけど、意外と美味しい。いや、絶対そんなんだって。え、って競馬行くおじいちゃんしか見たことない。結構極道のペースじゃない。ペースって言っちゃったわ。え、待って、よしよしよし、飲みました。なんか喋りましたっけ。僕喋りましたね。お願いします。はい、なんて言ってましたっけ。ストゼロが2回言ってて、このお酒ってなんて名前でしたっけ。さっき、これはつよれい、つよれいです。つよれいいただきます。今の分これでもいいでしょ。あの今まで喋った英語分はもうこれで。あ、まあそうですね、そうだよね。確かに確かに、序盤から俺お酒弱いからね。確かにそうっすよね。あんま飲ませすぎちゃうと俺帰り一人で静岡まで帰らないといけない。はい、あの運転手はね、決して飲ませないので、そこは安心してください。僕だけが浴びるように飲みます。珍しいよ、この感じで行く心霊スポット。あ、追加で、はい、ありがとうございます。助けて、
無理。追加スポットですね、これ、はい、これスポット分です、はい、これスポット分、まず、あ、雑頑張ってね、本当に。はい、雑地入れてください。お通りおお、ちょっと喋らんとこつくまで。いや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 、もうちょっと喋るか。もうちょっと喋った方がいいんじゃないですか、うん、結構近くまでついてるんでね。そうそうそう、心霊場所まで心霊場所心霊場所までも結構近づいてるんで、このちょっと簡易的なあのお店でゆっくりしていきたいと思いますね。あれ、ここ何でしたっけ。ここは、家族店。家族店。最近どうよ、なんか面白いことあった。いやでもマジでポケカが面白いんですよね。あー、あのね、あの、小物怪物札ね。小物怪物札マジいいよね。いや、小物怪物札、手に入らないからこそ楽しいですよね。あー、逆にね。逆に。何やってます最近、カード。最近はでも遊戯王と小物怪物札だね。もうほんとその、2種類の札遊戯をずっとやってるね、僕は。札遊戯まだや、もう飲めない。ダメ。頑張る。そうだね、初めに飲める。はい、もっと話振ってよ、出させてよ俺に、あの海外の言葉。あ、面白い。なんじゃん、ここにここに驚き男チョコありますね。はい、チョコ、はい、チョコ2回言いました今、入れて驚き男チョコ爪が分かったかねえ、これ一生なくなんないじゃん、もうチョコ、いやいや、えぐいペースよペースまだ駐車場っすよ、これ。そうだよね、手前の。そうだよね、まさやさん、ちょっともう飲め、はい、飲めないですこんなペースで飲んだことない。いや、いいペースですね、はじめさん、ありがとう。おー、俺ダメだ、本当にまずい、これは。ビックリマンチョコ開けたらどうですか。あー、これビックリマンチョコ、驚き男焼き洋菓子、開けます誰出ると思う。あ、でもこれ違うじゃないですか。ん、これは、数字、接吻、接吻、接吻棒男、焼き洋菓子。これで出た人が死にますダメだよ。うわー、こちら3人行きました。両芝居虫眼鏡。ああ、東海オンエアだ。この子たちなら多分怒らない。確かに確かに。当ててまずかった人だけ言うね。言ってやばかったのは、ヒカキンさん、うん、魚男たちもちょっと怒られそうだな。魚男たちはダメですよ。水たまり接着剤も怒られますセイキンさんもダメですね。セイキンさんもダメです、うん、あ、ユキリンさんもダメだ。あ、ダメですね。チンジタンポちゃんもダメですね。ダメです、ダメです。デカキンはいいや。オルタナ番組もダメだね。マスオ番組もダメだねあ、ナナコちゃんもダメだね。カズ番組、あとボンボン番組もダメだ。応援する人によってさ、やっぱ怒られて。あれ、今出たのは、ん、今出たのは東海上空気東海上空気は割と怒られないというか、何してもいいみたいな組織な気がするんで、意外とね、組織系、あなた、接吻棒の中では扱いやすい類に入るかなと。てか最近スマブラマジで熱くないっすか。面白いよね、あの打撃兄弟ね打撃兄弟面白いよね。そうですね、王国の心から空来ましたから。王国の心から、はい、やっぱあのネズミの国からですねネズミの国から、ネズミの国の方がやはりその任天堂の任天堂は、あの電子、任天堂は大丈夫ですね、電子機器遊戯の世界に参戦することはなかなかないと思ってまして、うん、間違いない。僕はちょっと感動しますね、さすがに。あれで最後なんですよね。あれで最後、これ以上有料戦闘車は来ない強いな。有料戦闘チケットはもうこれで最後。チケット、お願いしますこれどうやって行こう何くっつけたんですか。ガム、あー、危ない危ない。でもガムまで言いましたよね。入れてください。はい、マサヤ、マサヤ、もう英語研修無理だ、マサヤもうダメかもしれない、マサヤにゃーエグすぎる。あ、矢沢永吉がどうしたって言ってない顔の赤さ伝わるかな、これ。赤さがどうしたって陽光が差す、まずい、陽光が差す。どこ向かっとんのこれいやいやいや、第3位のとこっすよ。第3位のコスメはこちらコエンザイム9点帰りたい、もうやばい、おい、落ち着けはしないここからが正体みたいな。あ、温泉行こう。食べた。え、全部食ったんすか。うん、え、食べたかったのに。ごめんね。
じゃあ残りカスだけ。残りカスじゃなくてゴミって言うんですよ、それ。誰かの三味線弾いたあなた。さあ来ました、ラブホテル山根でーす。正義さん出ました。あ、人がいます、ラブホテルに人がいます。あ、あれだ、トンネル目の前。もうこれこれ、待って、こんな近いことある、これこれっす。え、だ、思ったより近いな。え、これもう着いた、着きました。はい、というわけで、まさやさんね、もう出来上がっちゃいました。まさやさん、スポットに着きました。着きました。ちょっとだけ、あの、車止めれる場所がないんで、ちょっと歩くんですけど、しっかりと、この心霊スポット見ていきたいと思います。さすがに僕も、現場着くと、おふざけじゃないんで。目がふざけてる目ですよ、いつもの。あなたもね。違う違う、俺は、シラフなんだな。ただ、本当にあの、いつもとその、強いメンタルじゃないから、この状況でしっかり後輩を守りたいと思います。果たして何が起きるのか。マサヤは結構霊感ある方なんで、かなり怖いと思います。早速、降りましょう。はじめん、何、あぁー、もっと怖いっすよ。何だろ、おもろい、最高や。何何今の。お兄ちゃんですね。待って、スマホ落としたから。トゥって言ってない、ファルコンかと思ったこんな感じの見た目ですね、皆さん。後ろ、パチパチ言ってますよ。待つ、本当だ、本当だ、本当だ、マジですよ。あれマサヤ、はい、酔い覚めてきたわ。すごいね、鳥肌見える。もう鳥肌が止まんないでしょ、すぎる。行きましょうか、行きましょう。もうトンネルが近いです。てか木がさ、もうグロいんよね、なんかわかる、この伸び方。これやばいっすよ、スルが長いよね、一本一本がすごく。さあ、トンネルに近づいてきました。はい、います。ダメだ、本当にお酒抜けた。では、入っていきましょう。何の趣味だ、これ。健康第一、一番大切よ、そういうの一番大切。ちょっと、何かおちんちんって書こうとしたでしょ、これ。いや、やばい、すごい寒い。いや、なんか酔いのせいじゃなくて普通に体調悪い、頭痛い。あ、どうした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 、怖い。なんかさ、うわ、なんかさ、背後感じん。前じゃなくて後ろで、ね、そうなんですよ、後ろ気になって仕方ないですよね。あっち側が、いや、背中が寒いもん、前より。とりあえず渡り切ろうか。すごいね、なんか冷気がすごいよね。もうすぐ出口ですね。こっちまで行くとさ、やっぱちょっと明るいよね、なんかラブホが多いし。どっちかというとさ、こっち側だよね。だってさ、立った時さめっちゃ冷気感じるもん、こっちから、うん、何この差は。すごいよ、こっちはもう普通にラブホがいい。まさに戻ろうか。いや、やっぱすごいよ、このこっち向きの圧が。わかる、このヤバさ。やばいっす、マジで。え、結構さ、比較にならないぐらい寒くない。やばい、まさに怖いよ、さすがに。どうした、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 どうした。聞こえてますよね。うんうん、聞こえて聞こえて聞こえた。この女の人の悲鳴みたいなやつなんですか。なんですか。ありえない高音が聞こえたね、今。なんですか。車ではないね。車じゃないですよ。え、あんな音出ないよ、環境音で。ひゃーみたいなやつでしょ。はい、マジで分からん。だる。いやー、やっぱこっち側なんだろうね。すごいじゃん、なんか。そうなんですよ。普通にきついもん、行くのが。俺、お酒あんだけ飲んだ人とは思えないぐらい冷静だよね、今。何
の音だったんだろう、さっきの。ありえない高音だったよね。めちゃくちゃ怖かったんですよ。人の声だったのかな。なんでこっち側に止めちゃったんですかね。ね、行きたくないですね。え、銃声？なんか破裂した音がしたね、今、うん、怖い、いやいや、マジちょっと待って、本当にやばい。バーンっつったよね、今。ねえ、これとかもさ、普通さ、見てこれ、こんなの見たことないぞ。今なんかさ、はい、え、待って、うん、そうでしょ。え、はじめさんの今の喉の音じゃないですか。ちゃう、ね、してないから。え、本当に。うん、言ってない。そっちから聞こえましたよ。俺じゃないよ。え、